どうも皆さん、ロマン爆発系実況者のリュウです。さあ本日なんですが、超絶かっこいいデッキをね、ご紹介していきたいと思います。ギャラクシーアイズとブルーアイズをぶち込み出してドラゴンめっちゃ出すっていうデッキですOCG の方ではね、エクストラデッキにギャラクシーアイズモンスターがいっぱい入るんですけれども、まだリンクスには実装されておりませんので、メインモンスターに入るこのギャラクシーアイズフォトンドラゴンをブルーアイズと一緒に並べようというね、そういったデッキとなっております。でですね、見てください。妨害罠全くありません。因果切断とかブルーアイズとか、ブルーアイズ、青眼デッキって何が強いって、やっぱり罠が強いじゃないですか。青眼デッキと戦ってると、なんか罠と戦ってる感が否めませんので、もうね、罠とはもう僕はもう決別しました。結集にしまして展開力をアップさせまして、青眼とかこのスピリットドラゴンとかを並べまくりまして、で結集でギャラクシーアイズ出します。以上ですかっこいいですよ。盤面はギャラクシーアイズとブルーアイズと、なんかスピリットドラゴン並んでるみたいなね、それで超ロマンが発生しますんで。で他に相性がいいドラゴン族ね、メロダークっていうのがいるんで、このギャラクシーアイズ1枚にして、メロダークっていう、こういう感じにね、してもいいと思います。でですね、スキルを進化した最強ドラゴンにしていて、融合をね、して、この辺のモンスターを出していくといったところ、これはもう、シャイニング松坂の兄貴も褒めてくれるでしょう、このデッキは。早速、いいロマンをね、ぶつけていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、史上最強のロマン砲をね、お見舞いしていきたいと思います。OCG の方ではですね、ブルーアイズってレベル8が結構並ぶので、エクシーズエクストラデッキからギャラクシー系の、エクシーズモンスターが出てくるっていうのがあるんですけども、メインデッキに投入してるのあんま見たことないですね3伏せキモいですね。そして3伏せキモいんですけど、なるほど、セットターンを終了していく。そしてなんと俺様は白木霊竜を引いてしまっているため、デッキよりブルーアイズがシンプルに出てくるぜ。これ弱え。白木霊竜したかった。そこらしい。はいはいはい、オッケー。1枚吐かした。白木霊竜めっちゃ引きますよね。ブルーアイズ使いの皆さん、ブルーアイズあるあるのまず第1位、とりあえず白木霊竜めっちゃ引くってなりません？さあ、オッケーオッケー。召喚して持ってきて、死ぬことはねえから、この攻撃表示でいいか。こうして、で、アドバンス召喚して、なんか、ワンチャン底なしを解除できたらいいなという。あ、デモンズチェーン。そんぐらいいいだろ。吐かせていく。多分、因果切断が怖すぎて出せないんだろうな、相手。多分光ってないんですね、時計が。これ、因果切断かって思ってるんだろうな、多分な。全然違うんだよな。結集なんだよな。読めねえだろうな。読めねえだろ、この伏せカード。セット、これなんだろうね。この動き、なんか知らないみたいな動きしてるよね、今のところ。そうですね、とりあえず、アドバンス召喚は白きれいでしょうね。まずは、ここの2体をリリースして、白きれいを特殊召喚。白きれいの効果と、マックを除外していきたいといったところ、さあ、使ってくるか。デーモンズチェーン。デモンズチェーン、それいいだ、そのまんまにしとくか、これ。これそのまんまにしといて、いつでもね、白木霊竜はリリースできるんで、デモンズチェーンで埋めときましょう、バックは。でですね、回収します。はい。でですね、回収しまして、で、とりあえず、オルタナ出してから考えましょう。さあ、滅びのバーンストリームがこのままと決まってしまうぞ。現れろ、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンジャキーン。さあ、何でしょうか、運勢カードは。今のところエクシーズ召喚とかいろいろできるんでね。オルタナティブの効果発動。さあ、てめえのセットカードはなんだ。さあ、てめえのセットカードは、ドキ舞台。これなんだろう、妖刀か。妖刀だ、妖刀知らない。はい、一族の結集の効果を発動。一族の結集の効果、選択肢、もちろん出てくるのは、そう、
ャラクシーアイスフォートンドラゴン、かっこよこの盤面を見てくれみんな。ちょもっとかっこよくするわ今から。俺はフィールドの攻撃力が2000以上のモンスター2体をリリースし、現れろギャラクシーアイズフォートンドラゴン。そしてスキル発動、融合を手札に加え、そして手札よりマジックカード融合発動。かっこよすぎー。おいみんな見てるか、これがギャラクシーブルーアイズデッキバトル、いくぜ破滅のフォートンストリーム強っ。さあお相手の方、斉藤拓磨選手よろしくお願いします。デュエル3倍。斉藤拓磨選手ね、もうねちょっとほんとカップオブエースを、ね、連発してくるのだけほんとやめてほしいですね。それもやめてほしい、それマジで迷惑だから、それマジで迷惑なんだよな。一回無効にさせるしかねえや。さあ青木目の剣士の効果発動、さあ青木目の剣士の効果を3つジャッジで無効にしていく、いいだろう。そして青木目の剣士のモンスター効果、青木目の剣士を墓地の送り、現れろ白木霊竜、白木霊竜のモンスター効果、相手のフィールドの魔法トラップカードを除外していく。デビルコメディアン、まあまあデビルコメディアンもいいか、デビルコメディアンそんなに困んないですね。よかったわ太鼓除外されなくて、はい、はいはいはい、まあいいでしょう。でちょっと一番ブラフ気味にちょっとセットして、バトルフィンズ、よしとりあえずこいつは突破した。あいつはな無限に止めてくる可能性あるからな。まあでもとりあえずこれでコインがあと1回ですね。表確定はコイン、表確定さあ3回って、いやまたお前来んのかい。コイン表2回確定あれおかしくない？2回じゃない3回か。調和そんなに引くのもおかしくない？調和そんなに引くのもおかしいんだけど、まあスキルだけ発動するか。スキル発動、進化した最強ドラゴンで一応変身する余地を残して、普通にぶん殴りに行くのが正解なんじゃないでしょうか。これはバトル、ちょっとだけ滅びのバーストストリーム、よし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 、ミズジャッジをめっちゃ処理した、いける、2枚処理した。あとはちょっとデスペラードさんがねどんぐらいちょっと引かれてるかっていう話あるんですけども、まあ一応あそっち、まあそっちはそんなに困んねえか、そっちはそんな、デスペラードね、オッケー。闇属性機械族をね引いてないとあんまり関係ないですからね。これ結集か、あれなんだろう、伏せは、ちょ伏せ結集一番やべえけどな。はいはい、ツインバレル、これコインが2回なんでもう使ってるからオッケーオッケーオッケー。まあ一応、まあ、守んなくてもいいけど別に調和の法則は。さあバトル、あーまあしょうがないか、それどっちにしてもやられるんだからこれ使わない方がいいな、はい、はい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 、でフォートレス効果で、調和が割られると。まあ、調和はね別に割られてもそんな困んないんだ。あの伏せカードはななんか結集っぽい匂いするんですよね。あー戦慄か、戦慄、戦慄はもうほんとこうするしかないんですけどね。であれもありますね、あのチェンめっちゃ光ってるんで、あれあのヘッドジャッジング、ヘッドジャッジングがあるんで、あこれ減っちゃうかもしんねえな、減っちゃだわあれ多分。ってことはオルタナ出すじゃないですか、これ使うんじゃねえか、これさすがにオルタナティブ出して、でオルタナ効果使ったらですね、これ多分さすがに結集、結集だったらやばいけど、結集だったらやばいけど、まあ、でもこれこうするしかない、はい、へっちゃオッケー。これ使ってくれたんですよね、あーオッケーオッケーオッケー、まあ、どっちもいいやこれ、はいはい了解でーす、はい分からせまーす、はい分からせる、はい分からせる、完全に分からせる、力力イズパワー、ネオプルライズアルティメットドラゴン、アルティメットストリーム
ベース弾けないね、斎藤拓馬はね、幼稚園からやり直した方がいいよ。さあ、お相手の方、変態仮面来た。出た、変態仮面。進化した最強ドラゴン。これエクストラデッキ10枚っていうね、チート行為。あー、ちょっとチューナーきすぎなんだけど、これ。これ、チューナーきすぎ問題。チューナーきすぎ問題。そんな来る？そんな来なくてもいいけどな。そんなに来なくてもいいけど。まあ、ブルーアイズ持ってくるパターンで、は後でいいので、こうして、で、まあ、こうして、はい、で、こうこうこう、よし、ターン終了で、最後のシャーシこうか。ブルーアイズワイドラゴン出していく。さあ、これが最強デッキ、ブルーアイズ。ブルーアイズデモンズチェーンが効かないぜ、このモンスターは。史上最強。デモンズチェーンが効かないって最強だよな。無の煉獄。はい。無の煉獄。なんだか、ソリティア系の敵か、なんだ、今回か、うちでの小槌。アドソンカード使ってんな、それ。なんだ、このデッキ。なんか暗黒界みたいな匂いすんな。はい。ああ、1枚残す。なるほど。1枚残していく。さあ、サレンダー来るか、サレンダー。こんだけ動いてサレンダーされるのマジできつい。こんだけ動いてサレンダーマジできついからやめて。まあ、いつも俺それやってんだけど。無の煉獄どんだけぶん回す。お前大丈夫か。残りデッキ3枚だぞ。予想外。ほう。予想外。予想外。それは予想外だわ。それは予想外。レスキューラビット。いや、予想外すぎる。え？どういうこと？やば。めっちゃゴキブリ出すやん。アースジェットかますぞ。デルタアタッカー。え、なんだこれ。え、え、え、